私の誕生日だって覚えていてくれたのね。ごめんね、嬉しくて笑っちゃった。みんなと出会えて今こうして一緒にいられることは奇跡だと思ってる。本当にありがとう。私ね、いつも思うんだ。新しい私になってみたいなって。私の知らない私になったら新しい世界が見えてくるんじゃないかって、そう思っていろんなことにチャレンジしてみたけれど、なかなかうまくいかなかった。自分を変えるのってすごく難しいよね。でもね、歌を歌っているときは新しい自分になれる。いろんな歌が私を新しい世界に連れて行ってくれる気がするんだ。ちょっと大げさかな。でもね、新しい私になりたいって気持ちは本当。いつもの私とは違う姿をみんなにも見てほしくて、そう思ってこの歌を歌いました。それでは聴いてください。ラブスパイラルタワー。好奇心好奇心禁断のストーリー。